はい、ということでクイックデリバリーさよならの日が来ちゃいました。はい、荷物も空にしました。はい、こんな感じでね、こんな感じでもうすっからかんで6畳人もあるんじゃないかってぐらい人住めそうですね。もう今日からね、問い合わせてもらえればさ、多分買えるから、はい、欲しい人、はい、これ結構争奪戦になるかも。結構人気でね。そうですね、ぜひね、いいなって。で、次の車が見せちゃいますか。そして、次の車は、じゃじゃーん、もうね、お見えてたと思うんですけど、またこれと思うんですけど、これ実はね、前と違うんですよね。そうなんです、ハイエースラックなんだけど、兄弟車で、これダイナトラックなんですよ、はい、まあ一緒なんですけどね、販売店違いってことで、トヨタ、ダイナ、来ました。これね、こう色も前みたいな感じで、ハイエーストラックまた戻ってきたんかって思うけど、まだちゃうんですよね。そう、で、これお、これ、おとんがジムニーつけたいやつ。ジムニーつけた、結構これ高いんで、俺ジムニーつけた、注文したけどさ、はい、これもつけて、楽しみじゃないですか。はい、このね、ダイナーの形はこういう感じで、まだこれね、リフトアップとかしてない感じなんですけど、荷物はね、これ後ろ今ね、荷物の乗り換えただけなんやけど、ここにサーフボード、ちょっとカーボンとかはマジでやめて、しっかりと後で完備しましょう。そう、でこれマットテレンつけてね、はい、これはもう車検対応にしたのでどこでも行けますね。はい、はみ出る不安もない、そういう感じです。で、中はですね、前の席がこういう感じで、あれですか、3人乗れるやつやな。そう、3人乗れて後ろが2人かな。これ6人乗れかな、ひょっとすると。あれですよね、工事現場向かう時のそう車みたいな感じ。意外に綺麗じゃない。めっちゃ綺麗。うん、いい感じですよ。これいくらなんですかね。これで150万。おお、じゃあクイックデリバリーも140でそんな変わらんすね。そう、変わらないです。で、あれもね、ぜひね、買えるので。いや、でもこの色がさ、またベージュで、オトンのスメスオペレーターの裏みたいな、オトンウェーブカラーですよ。ここにオトンウェーブステッパーから。いいっすね。ねえ、よー、また帰ってきたって感じですけど、これまた車高なんか上げたりしたらおもろいっすね。そう、上げたり、もっとギリにツラにしたりね、はい、いろいろまだカスタムの余地あるので。綺麗だよ、今回のは。そうっすね、結構車自体は。でもこれグラディエーターの後ろよりこれ広いわ。広い、これここにあるんやけど、広いね、全然この 666? 余裕があって、これ多分7ぐらいまでは入りますね。そうだね、こんな感じで。ちょっとまたこれでね、ポリタンモードのウェーブカラー。そう、これ視聴者さんにもらったやつです。最高じゃないですか。で、バケツまでオートンウェーブカラー、ベージュマニアみたいになってるような。そう、ベージュマニアですね。で、あとはポイントは、もうあとのポイントはどうだろう。ポイントはエアコンがない。え、ガチ暑いよ、夏死ぬ。そう、もうでもそれで我慢しましょう。はい、まあ、サーフィンはどうせエアコンないんだから乗り越えていくしかない。はい、いいっすね。で、次今月中に中華ギリぐらいにまたジムニーシエラもね、納車されるということで、盛りだくさんのね、車系も YouTuber になってきましたね。マジ車系になってきたの。車系で、まあそんな感じでお別れしましょう。はい、ぜひね、あの貼ってあるあのトヨタトラック屋さん、はい、電話っていうか、あのメッセージしたらね、電話かかってくると思います。 そうですね、そんな感じで終わりましょうか。終わりましょうということで、これからこれが村田親子サーフィン号になります。はい、お疲れ様。はい、というわけで、ね、先ほど、ハイエーストラックね、紹介動画あったと思うんですけど、もう早速ね、使ってこんな感じで、もうこれ快適以上です ね、 ねえ、ただ日が当たるから板しまわんで焼けちゃいそうで怖いね。でね、今からいつも通り練習していくんですけど、もうこの波やからね、もうカーボンの出番が増えていくんですけど、サイズはもう膝もたまに腰、まああれね、今のこれはサイズあるけど割れづらいね。で、特にインサイドでこうバコーンって割れてしまうんで、とにかく難しい。多分見てくれてる人の中でも、特に難しい波って、こう軽くてドガーンって来る波、もう特にむずいやん。そうだね。しかも浮力のあるデカめのボードとかやったら、立ったとしても立つだけで終了とか、そういうパターンが多いんですよね、やっぱダンパーウェーブは。だからそういう時にどういう風に対応していけばいいかっていう話なんですけど、前も言ったけど、マジで腕立てジャンプ、腕立てしてすぐジャンプして、それでそのなんていうの、すぐ立ってすぐターンする練習、陸トレがあるんですけど、バービーね、それでやったり、まああとは逆に音はなんか提案というか案あります。当たり前じゃん、そんな今流行りのガルスタート使えば、
奥田さんも立証済みじゃん。カリフォルニアで結構流行って昔からあれは基本らしいですよ。またそこやっちゃったの。はい、だって今日ちょっと一瞬だけ挨拶でおはようございます、おはようございますってやられたけど、新しくない？挨拶でガル入れるんだ。どうする？今日そういう人が2人いた。あと海もいきなり、あの今日もやっぱりガルですよねって、僕もやってますって声かけられたり、今ブームになってる、オトンウェーブ第2弾でまたガルが流行ってますから、どうしよう、サングラスでガルモデルとかできたら、ね、ここまで来たらもうやりきれますか？やりきるしかない。ちょっと一遍さえどんな感じか軽いガルやってみたら、スタートでやりたくないもん息子がやったら終わりやと思ってるもん。終わり、うん、もうプロサーファー人生でも、ジョー君は結構前からやってるよ。ラズシ、うん、両手でポーンって書いてガールやるときあるじゃん。ジョー君に教えたのは僕だけどね。でもこれ大丈夫、こんなこと言っちゃって。いや、やばいな。クレーム来るよ。クレーム来る。おチャレンジシリーズ回る人にそんなこと言っちゃったらやばいよね。まあ確かにこう、マジなさ、冗談の時にこうやってやることによってさ、確かに胸落ちるからさ、こう板を抑えれるタイミングにはなりますけどね。そうなんだよ。で、最後さ、両手で食い、恋でさ、ガルして様子見るときって本当にあるじゃん、はい、まあだからさ、ちょっとそれもね見てみたいね。これ来るじゃん、腹ぐらいの。多分ね、あれが割れんのだよな。あとはね、その立ってすぐにワンターンのコツなんですけど、いつも以上に立った瞬間に、マジでむずいんやけど、立った瞬間にすぐに、なんていうの、ネキパッチの下の方、このキックの方に足をすぐにやってあげるんですよ、はい、そんなん簡単な話じゃないし、難しいんですけど、すぐにちょっとでもいいから、立った瞬間にステップバックっていうか、もう立った瞬間にこうやってあげることによって、やっぱり一番テール側に体重が乗ることによって、すぐにノーズが上げれるからターンができるんですよね。一時にこう立った瞬間に良いショットやっとったら、もうすぐ波終わってしまうんで、だから本当にこういう速い波は、基本的にサーフィンっていうのはこのレールをこう水面にこう入れ込みながらドライブっていうんですけど、ドライブしながらターンしていくのがかっこいいし、点数につながるんやけど、こういうのにそういうこと言っとれんから、もうちょっとでもこう、なんていうの、レール上がってでもウィリーの状態でもいいから、ちょっとノーズ、スケボーで前のタイヤを上げながら、テール後ろのタイヤだけ、2つのタイヤだけでこういう風に回る感じ、それだけでいいんですよ、はい、スケボー、はい、こういう速い波、はい、だからそれをちょっと意識していくっていうか、普通にいつも通りサーフィンしていくんで、だからすぐ立ってワンターンのちょっとライディングをちょっと注目してほしいなと思います。ということで今日もね、最近こればっかりはね、それちょうど夏にいいよね、メッシュだしね。で、このカイバンどこなのかっていうと、これ見て、おお、かっこいいじゃん。これね、実はマークあるんかな、マークもないが、あった、じゃじゃーん、これおー、スタンソックスです。おしゃれ。はい、僕が毎日愛用しているあの靴下とパンツのブランドですね。おしゃれですね、はい、ってことで、もうワックスをすぐ溶けるんで、行ってきます。行きましょう。はい、行きました。もう夏ですよ。僕もね、今流行るのあのガルスーツ、スーパーブランドでね、ムリャガジャージで、あとね、ラッシュになったやつ、あれ着てやってますけど、フードもあるから ね暑すぎたら耳とかも隠せて最高でしたね。もうほんと海パンで入れますよ、千葉でも。あ、行くかな、行ったぞ。あ、いけない。行きました、レフト方面、ワンターン入れる前に出る、しっかり入りましたね。いった、ワンターン、いっと前に、あー早いな、波がめちゃめちゃ早い。あ、行きましたよ、ワンターン入れる。お、波追っかけてる、こっから取りますね。これでいけるのか。あ、行きました、ライト方面、ワンターン前に出る。ワンタン勝負ですね。早みが早い、最近夕方早いんですよね。早いぞこれ。ライト方面をスピード付けてワンタン前に出る。これが精一杯、早い、めちゃめちゃ早いです。お、いける、いけぞ、一発、やっぱ一発しか入んない。ちょっといきます、これ。あ、ちょっと嵐行きまして、スピードつけてバックサイドワンターン、ツーターン入らないわ。トリッピング、
パドルからこれ速いぞ波、ワンターンスピードつけてワンターン前に出る、もうワンターンしかできない、危ない危ない、はい、というわけでね、午後練習終わってきましたけど、危ねえ、はい、というわけでね、午後練習終わってきましたけど、マジでワンターン勝負でしたけど、意外と乗れました。やっぱりね、ザリッパーカーボン、調子良かった。最近夕方波めちゃめちゃ速いね。速い。この間も入った時めっちゃ速いしさ。この波おとんやったら、もう多分3ターンは行けましたよね。あ、びっくりした。おとんやったら乗れんって言うと思って、もう俺この間乗ったわって心構えしようと思ったら逆来たから。だってこんなんさ、ガルやったらさ、人より早く行けるじゃん、はい、そうしたら人より早く立てることによってワンターンは軽くできるでしょ、はい、でワンターンアップしながら2ターン目で逃げて最後にハードリップだから、まあ3ターンというより2ターン流してからの大きいヒットっていうライディングになると思う。この短い距離で3ターン行くんですか。3ターンとか2ターンは流しで最後でかいとこ狙っておくか、対抗がそんだけ速いからね、ガルによって。いや、やっぱその本当に何ていうの、数当てたい時って抵抗が命やん。で本当にそうなんだよね。いや、もう僕はもう一発で精一杯すぎて、もうこれ以上無理やわってぐらいでしたけど、でもその中でワンターンの中でコツというか、乗りながらコツを覚えたというか、コツをね、ちょっと皆さんに伝えれることが一つありまして、はい、まあ、パドリングしてパドリしますで立つやん、はい、でそこでガルって言ったらレベル高いなと思うんだけど。いや、僕そんなレベル高くないんで。なるほど。まだまだなんで、こうパドルしてテイクオフやろ。でこっから普通にここで絶対になんていうの、ブレイクが早いから、はい、みんなパドルしたらとりあえず横行きたいんですよ。あ、行きたいんだよ。なんだ行きたいんだよ、知っとるみたいに。いやね、この間まっすぐまっすぐで今日も言われたんだ、奥田さんに。あれさ、横に行こうとするとやっぱりダメなんだよ。あ、もう知っとったんすよ。知ってる。だから前にノーズを向ける、怖いんだけど前行く、そうすると立てる。今から言うから。なるほど。パドルしてノーズをこう早く行きたい気持ちじゃなくて、とりあえずノーズをビーチに向けるんですよ。はい。その理由っていうのは、こうなんで横に行ったらスピードがついてないやん、つかんやん、はい、まっすぐ行けばエレベーターっていうか坂道と一緒で、まずは遠回り当てるとこまでの距離はこうやって横行けば当たるすぐなんですけど、一発でわざと遠回りするんですよ。そうすることによってワーンって下に降りるから、落ちるから、落ちることによってそのスピードがつきます。で次ターンするときにリップで、ここでコツなんやけど、みんなワンターン勝負の超ブレイク早い波のときにあるあるなんやけど、ターン勝負するときにみんなノーズ上げたい気持ちだけでこういう風に、こういう風に波来るとするよ。ボトム入ってターンするときにこう来たら、みんなね、この体とか目線も板と同じ方向にこうやってターンする。はい。わかる？ボトムターンしたらこうやってターンして板と同時に帰ってこようとしてる。板ノーズこうな。はい。でノーズの向きがこうで、自分のパッチ向きながら板と一緒に帰ってこようとするから、このヒットがあのもしメイクできたとしてもバーンってのろいんですよね、はい、だけどそこをボトムセットします。でもうノーズがね、もうこれ以上縦にとかこれ以上はもう当てれないっていうぐらいに なる前に絶対体はもうこっち向いてるんですよ、はい、ボトムでもこうだから、もうここでツイストするんですよ、はい、板はこっち向いてるけど自分はビーチ側向いてる、はい、そうすることによってゴムと一緒で、あのゴムあっちにつけてさ、こっちに引っ張らな伸びやんやん、はい、ゴムのさ、あっちから引っ張っとんのにさ、こうやってやったらブラブラじゃないですか、はい、それと一緒でここで一気にひねったやつを一気にドーンとやると板がスパッて離なんていうの、爆発する感じ。これがなんていうの、前からやってたことやけど言葉にできやんかった一つのコツですね。どうでしょう。わかりますよ。まあ、ひねりの力で戻ってくるってことだよね。子供やったことある？いや、もちろんいつもやってるよ。最近だからこの間気づいたもん。あれ怖いから斜めに行こうとするんだけど、斜めに行くといけんのだよ。ほんでグズグズでトップ崩れるし、でまっすぐ向いとることによってちょっとでも抵抗速くなるから崩れる前に立てるんだよね。でトップで立てるじゃん、まっすぐ向いとれば。横向いちゃうとやっぱ下行っちゃってガリになっちゃうんだよ。そう、まず横に行けば
ゴールは近いけど、そう、ただまくれやすいじゃん、横行くと。そう、こうレールがね、はい、それはもう最悪な話で NG。 まあだからちょっとは分かってきたんだよな。あとパドルのスピード、やっぱりうねりからやっぱりスピードつけたら割れる前に立てるじゃん、はい、ちょっと今から抵抗する人おると思うから、その人のこと勝手に見て観察したいんですけど、これあ、いけないいけない、これ横行こうとしてる、はい、この人横ね、何もできんやね、横行くと、はい、今のね、方のちょっと話させてもらうと、やっぱりどうしてもの横に向かって抵抗してしまうんですよ。で、目線もずっと横向いてるんですよね。だけど横じゃなくて、一回ビーチ側向けるとノーズが、なんていうの、そのままビーチに向かうことによって次のセクションに行くときに自然とボトムターンになるんですよ。はい、そうですね。もう横に走るともうボトムターンする、なんていうの、できる暇がない。だけど、はい、一回わざわざ遠回りすると次に行こうとするときにボトムターンするぞっていう気持ちなくても、次に行くときだけにこうよーっていう、このなんていうの、ドライブがあるから、そこで加速する可能性があるんですよね。ちょっとそこをね、もう試合も近いし、コナミね、研究というか、そういうことも自分で言葉にできやんと、自分もできやんから、そういうことを今回話してみました。どうでした？まあいいと思います。まあそんな感じで終わっていきましょうよ。はい、バックサイドも一緒です。そうですね、こう板と同じ向きは絶対ダメ。こうやってバックサイドターンするときにこうやってやったら、もうこうやってこのまま落ちる、あとは落ちるだけですから、こうやっていくときにもう絶対に板はあっち向いてるけど、自分はこういう感じでボムで引っ張るみたいな感じですね。感じで本日もありがとうございました。今日はね、はい、メインはこの車ですからね。そうですね、はい、でクイックデリバリー手放したっていうことでね、はい、興味ある方はメッセージしてみてください、インスタグラムで、はい、そんな感じで本日もありがとうございました。お疲れ様です。すいません、今からね着替えるんだけど、着替える前に今日さ、いつものファッションチェックやってもらうと思って海張るの見て、いちいちブーツ履いてきたもん。ほいでさ、一回もそれ言ってくれんから自分から言うんだけど、一ついい、する前にこれね、ポーターのリュックを背負ってここまでセッティングしてから、これでファッションが出来上がりだから、ファッションチェックするんだったらリュックまで背負ってブーツ履いて海でもこのスタイルから始めたいなと思うんだけど、もう割愛されてるかな。割愛のツッコミもなく、まあアンブッシュのブーツでね、これヒューマンメイドのことじゃん、ヒューマンメイドのあのスケートパンツで、これがヒューマンメイドのね T シャツ、帽子がシューシーで、これがオゾンアイウェア、オトンウェアモデルで、これがタンカー、最近新しくできたね、タンカーって素材が違ってかっこいいんですよ。高いです。こんな感じで、ちょっと高いですよね。こんな感じで、ここをカチッとはめてこそのファッションだから、そこをね、これなしでやられても困るなっていうことで、説明して。あ、いいですね。やっと今突っ込めて。もういいですか。もう数えされてる。はい。じゃあ着替えます。はい。あれ、何で上がってきたんですか。ちょっと滑るのと、あとワンポイントちょっと右足の位置でしょ。そうですね、それを半歩ぐらい前、足2個分ぐらい前で見てます。あ、このぐらいになっちゃって見えるぐらい。そうですね。それをすることによって何が変わるんですか。あのフィンに抵抗がかからないです。スーッと滑る、これトリムスタンス。逆に何、後ろ行ってパーンと回ろうとするんじゃなくていいですか。スピードをつけるまではまずスピードがつけるスタートをしましょう。なるほど。でそれからこう、でちょっとしゃがんでみていいですか。そうですね。どういう感じで、もう少しこうしゃがんであげて、こういうふうにレールにプレッシャーかけやすいんで。うわ、かっけえ。確かに、ちょっと棒立ちスタイルが。なるほど、ちょっと立っちゃう。なるほど、ちょっとしゃがんで最後があるっていう感じ。あと棒立ちと、あとなんか前膝が伸びて後ろでブレーキしとるっすね。あ、やっぱりちょっと後ろでターンしようとしすぎとんね、転ぶと思って。ちょっと若干テイクオフのスイッチがまくられ気味に、またこう手持って足開いちゃうやつ、ね、はいはいはい、マリオやってるんで。なるほど。シャッと締めて、でこうまくられんの怖いからちょっとパドリング後ろ目に乗ってるでしょ。はいはいはい。ど真ん中を取れましょう。なんかわかりました。もう堂々とですね。はい、堂々と行くんですね。そうですね。もっと攻める、もうちょっとアウトから乗れる。わかりました。でも今日結構乗れとるです。結構いいペースで、しかも波見つける速度も速いですね。そんな感じで、もうちょっとね、やっぱり後ろ足でターンしようとしすぎるね。こういう板もっと前に乗る。そうです。そこだね。スピードつけてからしましょう。わかりました。え、ガルからのガルフィニッシュ見てくれた。はい、見ました。結構いい感じでね。でもガルが正解だとはって、
正解だと思って言っとったけど、先生に言われると自信がつくんで、いや嬉しいな、ちょっと行きます。サーフィン楽しくなってきた。ちょっとテンション上がった。もうめっちゃ楽しい。もう福田さんってさ、いい人じゃん。結構さ、いきなり、うん、いい人じゃないと思ってる。いい人だ。褒められるとすぐいい人も変わるから。いや今今日いけてますよ。うん、